はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。今回はファミスタクライマックス続きをやっていきましょう。ドリームファイナルですね。ペナント、ドリームペナントで優勝したので、今ドリームファイナルに進んでいます。で、前回ですね、そのドリームファイナルの第1戦目、まあちょっとね、残念ながら負けてしまったので、画面上段ジャイアンツ自分の方があと2勝。一方、バンダイ、ナムコスターズに関してはあと1勝で、このドリームファイナルを制するという状況になっています。なので今日は本当に負けられない一戦というところになりますね。では早速続きを始めていきましょう。まあ、打線に関してはですね、まあ、あのメヒアを4番に投入して、まあ、少しはね、長距離が打てるような感じには仕上がってきているかなとは思うんですが、とはいえまだまだというところもありますので、なんとかね、しっかり得点につなげて、かつ少しでも有利な状況を作り出していければいいかなというふうに思っています。で、大島を、まあ、代打要員として追加しましょう。これでいいかな。じゃあ再開、プレイボールということですね。前回のですね、このドリームファイナルでは、まあ、大量失点が敗因の一つだったかなと思うので、今回はね、なんとかね、失点が少ないような状況を作り出していきたいなとは思うんですが、そう話しているさなか先頭打者を出してしまったな。足が速いんだよな。うわー、これもまたどうだ。二塁はよし、二塁刺した。これはレフトゴロになるんですかね、扱い的には。この平八はね、前回ホームラン打たれてますからね。ここはただ強烈な当たりでしたが、センターライナーですね。でベルベットもね、怖いですからね。うわ、なんとか後ろに反らさずに止めることができたんで、今のもし後ろに反らしてたら、おそらく1点入ってましたよね。じゃあ、これは、2点タイムリーになっちゃったな。しかもスキル、連打を発動されてる。振ってくれないですね、落ちるボールは。全くと言っていいほど振ってくれない。だ、これ以上の失点は避けたいところ。際どいけどボールか。なんとかこの回2失点で終えることができたな。初球を打って荻野はサードライナー。これもボテボテの当たりだな。荒木が2球で2アウト。ちょっとボールを見極めていきましょうかと言いつつ、いきなり初球を打っていくっていう感じになっちゃいましたけどね。よし、岡島がセンター前で、4番のメヒアだ。 A プラスのパワーを見せてくれ。追い込まれた。よし、とはいえセンター前ですね。これで2アウトながらランナー2塁1塁で、どの上エスコンはね、球速161キロあるんですけど、ここまでそこも、なんていうのかな、速球をバーンと投げてはきてないですね。よし、抜けるぞ。
よし、展開した。この決め球バレルロールっていうのがどういうのかわからないな。よし、これはいいぞ。ただ足がむちゃくちゃ遅い。どの上の足の遅さが異常と言っていいな。ここは一気に勝ち越しておきたいところなんですけどね。この先またチャンスがいつ来るかわからない。ただ2点止まり、同点止まりですね。では2回の表、ドンちゃんからの攻撃です。ドンちゃんは能力そこまで高くはないのかな。いや、ボテボテなだりだけど抜けるんだよな。これがファミスタ、ファミスタのファミスタ、ファミスタたるゆえんと言っていいな。ここはスリーバントで来い。ゲッツーになるか。よし、併殺だ。一気にランナーを消し飛ばしたぞ。で、ひかりちゃんはセーフティーバント試みてきましたが、これをうまくさばいて0点で終えましたね。で、1番の小林誠司はセンター前ヒット。足がね、小林ももう少しあれば今の当たりでも2塁に行けるんじゃないかっていうね。これはゲッツーになるか。ゲッツーで返された。大きいのは初球を打ってキャッチャーフライ。3回表ですね。なんとかね、この回も0点で終えたいけど、初球の熊友がレフト前ヒット、ちょっとポテンヒット的な不運な当たりではありますけどね。ヒットはヒットですからね。でね、落ちるボールを全く振らなくなってますね、バンダイナムコスターズに関しては。そして平八の当たりは伸びるな。ノーアウトランナー三塁一塁のピンチか。で、4番か。相手攻撃側からすると理想的な展開ですね。で、ベルベットは足が速いので併殺逃れすると。まあ、併殺崩れの間に1点っていうパターンじゃなくてまだ良かったな。今ので併殺崩れの間に1点取られるっていうのはね、一番嫌なパターンですからね。レオンを空振り三振、ツーアウトまで来たぞ。よし、ナイスプレーだ。今のプレーはでかい。今のファインプレーを攻撃につなげよう。荒木はショートフライ。こっからはね、長打もありえるからな。岡島はセンターフライか。メヒア頼むぞ、メヒア。これは落ちるか。よしよしよし、三塁まで行け。三塁は無理か。三塁は無理ですね。ツーアウトランナー二塁で、どの上だ。落ちろ。センターがダッシュしてきましたね。4回表、なあ、走力がいいだったら二塁は行かせない。にゃ、結局二塁に行かれるっていうね。なんとか二塁ランナーの三塁進出を阻止しただけでもよしとするが、送りバントは失敗してサードで刺しましたね。ひかりちゃんとかね、怖いからな。これはファールになりますね。
よし、空振り三振。この回もなんとか0点でいきたい。よし、まあ、ノーアウト二塁一塁のピンチを逃れましたね。タッチアウトか。今みたいな当たりでね、ランナーが出ると流れ的にはいいんですけどね。よし、小林の当たりは落ちないか。レフトがダッシュ突っ込んできて、レフトライナーですね。三者凡退。そしてやばいぞ、この当たり、この当たりはやばい。うわー、 A8 に持ってかれた。2試合連続だな。2試合連続ホームラン打たれた。いやー、きついな。杉内はなんとかこの回までは投げ切ってほしいけど。へばりが見えてきてるからな。ストライクで勝負していくしかない。もう無駄球は一球たりともないからな。これはメヒアが追いついて、おー、ポロってる。メヒアめ。さあ最後はスローボールで空振り三振。1点勝ち越しされましたね。平八にホームラン打たれたからな。ここはただ代打送っていきましょう。パワー B あるからな。大島も一発は、これがバレルロール。打てる気がしないわ、バレルロール。待ってくれ、肩良すぎだろう。今の当たりで二塁までいけないか。やっちまった。 B ダッシュしてたらそのまま二塁に進んでいってしまった。なあ、しかもファインプレー。これはちょっと悪い流れですね。ではリリーフで武藤を出していきましょう。なあ、抜かれた。ショートが抜かれたな。二塁打を打たれた形になってしまったな。で、ドンちゃん、ショートは抑えるだけ。ノーアウトランナー二塁一塁。このパターン多いな。ただ送りバントは失敗。このパターンも多いですね、送りバントを失敗する。そして送りバントを失敗する。これ非常にありがたい。ランナーが三塁にいないだけで全然違うからな。あー、ただこれはタイムリーになるぞ。2点差されたか。ここで止めないとな。いやー、平八は敬遠しましょう。怖すぎる。パワーも今や S になってるからな。で、ベルベットと勝負しましょう。これが吉と出るか凶と出るか。で、あー、よし、二塁で刺した。これはでかいわ。2点差、なんとか返していきましょう。逃げるボール。ここでバレルロール使われるときついけど、普通にスローボールで空振り三振。メヒアですね。落ちるボール、これを見送ってカウントワンボールワンストライク。これも落ちますね。さあヒッティングカウントだぞ。どうだ。いい当たりだけど三塁線切れていきます。これでフルカウントから
直球で来い、バリルロールはやめてよ。だー、三塁ゴロで、どの上だな。これはライトが落下点です。いやーまずいな、そろそろ追いついていかないと。にゃー、しかも抜かれる。うん、セーフか。カットしとけばよかったかな。ノーアウトランナー三塁。ここは点取られたくないからな。え、スクイズ失敗。非常にありがたい。こういうのあるとすっげえ助かるわ。でかいぞこの当たり。フェンス直撃の当たりだな。ただランナーは一塁ストップ。でドンちゃんのところに代打か、それとも違う、モジ君がダイソーで出てますね。さらに釣りスピにさらに変わってるダイソーが。うん、これは綺麗にセンター前ですね。でエスコンのところで代打送ってこないんだ。代打ね、起用してきてもいいかなっていうところですけどね。よし、ここはカーブで空振り三振。2点差のまま7回の裏。どうだこのボテボテの当たり、一塁はアウト。ランナー出ないとな、厳しいな。小林ちょっとね、全部振り遅れ気味になっちゃってますね。まあ、ただここはファーストが選ってくれたので助かりましたね。では代打を送っていきましょう。そうだな、奇跡の一発を狙って英語詞を送っていきましょう。パワー C。 どうだ、高く上がっただけ。センター追いついてスリーアウト。でだ、どうしようかな。ピッチャーはリリーフの小川を出しましょうか。もうピッチャーもいなくなってきたから、ちょっとね頑張っていかないといけないですけど、これはフェアになってるね。これおかしいよな、このシステム。光が足が速いっていうのはあるにせよですよ。ノーアウトでほぼほぼ毎回ランナー背負ってるからな。これはしかもフェンス直撃だ。3点差になってしまった。で、熊友にクロノアのダイソーが送られると。しかも平八、ここは勝負せざるを得ないからな。ここはただゲッツーに、よし、切って取ったぞ。これでこの回1点で抑えて、最後なんとかしたいけど、ベルベットの当たりはすごくいい当たり。まあ、ホームランにならなかっただけまだマシって考えた方がいいのかな。で、スリーベース打ってるレオンか。よっしゃ、危ないな。今の当たりもかなりいい当たりだったんでヒヤッとしましたけど。さあ、残り8回、9回。よし、これはいい感じでショートが後ろに追っていく、そして取るっていう変なゴロですけどね。まあよしでしょう。何、これは危なかった。一塁で刺されなかっただけマシだな。でメヒアだ、そろそろメヒアも一発欲しいからな。んよし、これは抜けるぞ。よし、外野の方いいな、みんな。
これは抜けないな。1点返したけど依然2点ビハインドか。よし、アウト。危ない。今のでまた先頭打者出すってなるとね。あれ、釣りスピって足がめっちゃ速いっていうわけでもないんだな。なんかもっとね、すごい足速いのかなと思いましたけど、代打で出てくる、うん、ダイソーで出てくるぐらいなんで。ドンちゃんの当たりはレフト前。エスコンはこれ完投しにかかってきてるな。ここで代打が送られないってことはもう完投狙いだな。さあスライダー2球で追い込んで、最後は落ちるボール。さあ最後の9回の裏の攻撃だ。吉川から、強振したけどセンターライナー。山本、これも強振だけどボテボテの当たり。厳しいね。小林がなんとかつないでくれ。これは抜けないね。ゲームセット。いやー、バンダイナムコスターズ強いな。ファイナルステージ敗退。前線はしたんですけどね、ちょっと残念な結果でしたね。はい、というわけでちょっと残念ながらドリームファイナルは敗退してしまいましたけども、前回前々回とねお伝えしてきているようにですね、この、ドリームペナントに関しては、まあ、1周目、ご覧の通りダラダラ下手くそプレーを、ご覧いただく形で大変申し訳なかったなというところと、お付き合いいただいて本当にありがとうございましたというところなんですが、2周目3周目はですね、まあ、裏で僕ので勝手にプレーを進めておきます。で、4周目あたりからですね、再びこのドリームペナント実況を再開していきたいと思いますので、ちょっとね2週目3週目皆さんにはお待ちいただく形になるかなと思うんですが、特にこのファミスタクライマックスをお楽しみいただいている方、楽しみにしていただいている方には申し訳ないんですが、できるだけ早くね2週目3週目クリアをしてファミスタポイントを貯めてですね、4週目また皆さんにお会いしたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ期待してお待ちいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。